皆さんこんにちは。電車が旧江戸川を越え舞浜駅へと近づいております。はい、そうです、ディズニーリゾートのある舞浜駅でございます。私は舞浜駅に用事があるわけではなく、その先でビジネスの用事があるのですが、やはりこの舞浜駅周辺に参りますと、雰囲気がガラッと変わるような気がしてなりません。この車両の中も魔法がかかったかのような雰囲気がいたします。はい、舞浜駅に到着しております。私の前に座るサラリーマン2人組がちょっとネクタイを緩めたような気がするのは、気のせいでしょうか。おそらく気のせいでしょう。ディズニーリゾートの思い出と言いますと、私が小学校から中学生にかかる5年間、あとあのサラリーマン2人組が舞浜駅で降りました。そんなことありえるのでしょうか。すいません、小学生から中学生にかける5年間、新潟県に住んでいたことがありまして、中学2年の時新潟から修学旅行でディズニーランドに来たことを思い出します。当時は、昭和の時代ということもあり、突っ張りハイスクールロックンロール的な悪めの友達が多かったのですが、ディズニーランドに着いた瞬間、何か付き物が落ちたかのようにみんな童心に帰っていたことを思い出します。こうして瞳を閉じますと当時の思い出が鮮明に蘇ってまいります。仲間の五十嵐くん、田村くん、そして私の3人で、イッツ・ア・スモール・ワールドを痛く気に入ってしまい3回乗ったという記憶があります。あれ以来、私はディズニーランドの中ではイッツ・ア・スモール・ワールドが一番好きです。世界は狭い、世界は同じ、世界は丸い。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。